皆さんこんにちは、ロトサービスです。普段車に乗られる方に質問です。高速道路を逆走したことはありますか？ほとんどの方がないと答えるでしょう。では目的の高速道路の出口を通り過ぎてしまったことはないですか？かなりのドライバーの方があるでしょう。その時にどうされましたか？次の出口で降りましたか？それとも車を目的の出口までバックさせましたか？車をバックさせた方は高速道路の逆走行為を行ったことになり、道路交通法違反になります。また大変危険な行為なのでやめましょう。目的の高速道路の出口を通り過ぎてしまったら、次の出口までそのまま走り、降りてください。そして特別点回の制度を使いましょう。まず有人の料金所に入ります。この時 ETC カードを利用している人は ETC 車載機からカードを抜いてからレーンに入りましょう。そして料金所係員に申し出るか、係員呼び出しボタンにより申し出てください。そうすれば目的のインターチェンジまで戻れるように案内してもらえます。ETC 利用者は高速道路の入り口を通過してから ETC カードを挿入します。そのまま高速道路を走行して目的のインターチェンジで降りて料金を払います。この時払う料金は U ターンした分の高速道路料金が加算されていないので無料で U ターンできます。ただしスマートインターチェンジなど無人のインターチェンジでは特別点回の制度は使えません。また、インターチェンジの事情や料金所係員の判断によって使える場合と使えない場合があるので注意が必要です。また、高速道路の逆走に話を戻します。高速道路の逆走は高齢者に限りません。2011年から2018年の高速道路の逆走事故の発生状況を見ると約5割が65歳未満なのです。高速道路の逆走は誰にでも起こり得るのです。高速道路の出口からの進入や加速車線からの右折、本線での U ターンはもちろん、サービスエリアやパーキングエリアを出る時の逆走、料金所手前での逆走に注意しなくてはいけません。自分だけは大丈夫という思い込みは禁物です。概要欄に高速道路の逆走について注意喚起を促す動画のリンクを貼っておきます。今日もご視聴ありがとうございました。ロトサービスがお送りいたしました。では、さようなら。